ううん、いえ。
笑えるの。
いや、待ってたよ。どうしたんですか、秋山さん。任弁士はこの店の上の部屋にいる。実を言うと、このマスターのお父さんなんだ。お父さんって…そうだったんですか。お世話になります。いや…それで、私は何をすれば…これからその任弁士に会う。とにかく一緒に来てくれ。ここだ。はい。モニターに君の画像があったんで、知り合いだと言ってみたらすごい興味を示してね。君をここに連れてくれば何でも話すと。これって最近の任弁士ってのはこんな仕事もやるらしいな、任弁士さん。
確か昨日のイベントも。覚えててくれたやな。え、知り合い？はい、必ず私のイベントにやってきてくれる方なんです。それじゃいいですね。約束は守ってもらいますよ。ああ、何でも答えたる。ダイナチアのパク社長知ってますね？ああ、この子の事務所の社長さんの名前やろ。あなた、その社長の衣装を偽造しましたか？ああ。誰にそれを頼まれたんですか？客の名前はいつも聞かん。それがこの商売の基本や。せやから名前はわからん。どんな人でした？ちょうどあんたを一回り大きゅうしたような格闘家みたいな体格しとった。多分筋もんや思うけど。俺が事務所でやり合ったやつかもしれないな。パクさんが亡くなった夜に急に頼まれた。パクさん直筆の手帳から筆跡似せて遺書書いてくれ言うてな。多分その時にはもうパクさんは亡くなってたんや思うわ。その男に会いたい。どこに行けば会える？今話したこと以外わしは何にも知らん。次にいつ来るかなんてわからんしな。それじゃどうしようもないな。ただその依頼人の男いっぺん街で見かけたことがある。車の中やったんやが、その依頼人の男が運転して、後部座席には別の男が乗っとった。多分その男がブスや。でもそんな情報だけじゃどうにも。この話はこっからがミスや。実はその後部座席に乗ってた男、最近テレビでよう見る顔なんや。誰ですか？勝谷直樹。今飛ぶ鳥落とす勢いの大阪芸能ってタレント事務所の社長や。大阪芸能？ダイナチアとは商売敵になるわけだな。大阪芸能の勝谷直樹、そいつがパク社長を殺した黒幕なのか。わしが知ってんのはこれだけや。十分です。ありがとうございます。それはそうと、アルカちゃん、プリンセスリーグの決勝ちゃんと出るんやで。え、実はわしな、若い頃あたっとこの社長さんパクさんの大ファンやった。社長の？こない偽物ばっかし作るような家業をしとるとな、作り物はすぐに見抜けるようになってまう。作り笑い、作り話、それに顔そのものを作られた人間、全部や。世の中偽物ばっかしや。テレビにしてもほんまのことなんかほとんどあらへん。けどな、たまに見かけるんや、ほんまもんの人間がありのままに生きて頑張っとる姿っちゅうの。そういう時、こんなわしでも心が救われる気するわ。人弁士さん。パクさんとハルカちゃんの笑顔には心がある。きっと世の中のぎょうさんの人が見たいのはそういう笑顔や。頑張るんやで、ハルカちゃん。あんたにはパクさんの夢を受け継ぐ資格がある。またテレビの向こう側から最高の笑顔見せてや。はい。まだ何とも言えないけど、大阪芸能の勝谷って男に会ってみるしかないな。今から行ってみますか？いや、明日大阪芸能に直接乗り込む。
会社にいる時を狙って不意打ちするのがいいだろうね。君は大阪芸能に顔が割れてるだろうし、俺が行くよ。それでいいね。ええ、お願いします。よし、それじゃあ今日のパクさん事件の調査はここまでにしよう。そういう腹減ったな。どうだい、たまには夕飯一緒に食って気晴らしでもしないか。こっちに来てから遥ちゃんとは暗い話ばっかりだったろうな。何でもご馳走するよ。そうでしたね、ご馳走になります。秋山さん、もしもし。山浦や、さっき蒼天テレビから明日のプリンセスリーグの降板表送られてきたわ。明日プリンセスリーグに出演してもらうで。ええな。はい。なあ遥か、忘れてへんよね。負けたら大阪芸能に入るっちゅう約束。ええ。あんた大丈夫なの？私大阪芸能には負けませんから。大丈夫です、任せてください。オッケー、分かった。ほんだら明日朝一で事務所来て、クリスティーナと私で最終確認のレッスンしよう。言うとくけど、 D セットチューンは心はクズでもダンスと歌にかけたらここ数年でもトップの実力を持ったコンビや。気持ちだけで勝てる相手やない。なめてかかったらあかん。ええな。はい、分かってます。ほんならおやすみ。私勝ちます。よろしくね。決めるよ。やったー。
します。お手並み拝見ってとこね。よろしくお願いします。お願いします。よろしくな。
らっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長に繋いでくんないかな。殺されたダイナチア社長パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。社長、スカイファイナンスの秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の粕谷です。スカイファイナンスの秋山と言います。先日亡くなられたダイナチェアの社長の件だとか。ええ、そうです。どうぞ。うちとダイナチェアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう。勝谷さんは以前俳優をされていたんですね。これはまあインターネットで得た情報の受け売りですけど。ええ、一時期アメリカに行ってましたね。アクション俳優をしていたんですが怪我をしまして、以来俳優業からは足を洗って、今は裏方を。きっと相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう。芸能関係者独特のいやらしさなんて微塵も感じられない。むしろどこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。いや、本物以上にそう見えますよ。さっきも言ったように、私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。それより担当直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で。彼女にそれなりの額の融資をしてました。そうでしたか。債権者のお一人だと。まあ確かにパク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。私も未だに自殺したということが信じられません。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の遺書は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその遺書を書かせた謎の依頼人は、どうやらあなたとつながっている人物のようです。なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか。なぜ私が。あんたの事務所とダイナチアには浅からぬ因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ。確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。だから私が殺したと。少し冗談はお控え願いたい。パクさんの遺書を偽造したということについては。さあ、わかりませんね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中にパクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。ただ私には全く関係ないことだ。どうぞ、これでお引き取りを。どういうことですか。口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。認めるということですか。そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。
大阪芸能という組織のトップとして、その噂の火種、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝也さん、なんて本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手強すぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。それじゃ